こんにちは、速稼塾の久保です。効率よく稼ぎたいね。効率よく稼ぐには FX がいいんじゃないですか。で、FX を身につけるのに私はね、1年かかったんですよ。1年間1回も勝てたことがなくて、で、まあ2年目ぐらいから徐々に勝ち始めたってところだったんですけどね。2年目の売り上げっていうのはだいたい400万円ぐらい、430万円ぐらい売り上げが出て、まあ決済はしてないんですけども、それが多分決済するとね200万手残りぐらいになるんですよね、きっとね。税金が高いですから。まあ効率よく稼ぎたいって言っても、1年間 FX に身を投じてそれから負け知らずになったら効率よくないですかね。で、少なくとも私のところに FX を学びに来て1年以内に効率よく身につけたいとなると、私から教わらない方がいいですね。私は1年かかったんで。ですね、もっと素質のある人とかね、もしくは自分が素質があるんだったら、多分1年かかった私よりも早く、半年ぐらいとかね、わかんないですけども、早く身につくんじゃないですかね。じゃなかったらやっぱり1年かけるつもりで学びに来た方がいいと思います。しかも FX 漬けになれる人っていないと思うんで、多分3年ぐらいかかるんじゃないですかね。私は生活のほとんど FX1 本に絞って1年ですからね。どうですかね、余剰資金もあって、度胸もあって、時間もあって、ビジネスで一山築いて、それでも FX で1年かかると、効率よくないですかね。私は効率いいと思うんですけどね。だからね、メルマガもそうなんですけどもね、吉谷さんね、いろいろ LINE アットとか撮って、今はあんまり話さないんですけど、以前こんなことがあったんですよ。ネットビジネスのどんな話題を出しても、ああそれ知ってますよみたいな感じでね、こうやったら儲かるらしいですねとかね。で、私が別の話して、アフィリエイトはこういうふうに SEO を意識するとこういうふうにタイトル組んでですねとかって話したら、あ、知ってます知ってます、なんとかかんとかの商材でありましたけど、こういうふうにやったら稼げるらしいですねとか言ってね、何かっつうと、こうやったら稼げるらしいとかね、ああやったら稼げるらしいとか、こういうネタはもっといいらしいとか言うんですけども、すごいじゃないですかってその日に聞いたんですよ。じゃあ、あなたはむちゃくちゃ稼いでますねって言ったら、いや全然なんですよって、借金までできちゃいました、いわゆるノウハウコレクターですって話なんですけども、ノウハウコレクターはまあいいとしてね、聞きかじりでなんか自分が物知りになったつもりでいるとそうなるんですよ。だからほとんどのことは無知でいいんです。でも1個だけプロで、1個だけ利益が確実にね生み出せるものを持っておきましょうってことなんですよ。それが全ての突破口になります。多分効率いいなんとかかんとかっていうのは、自分だったらこの方法を使ったら確実にお金になるよっていうものを1個持っていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。それがね、不要品のメルカリ販売でもいいですし、それこそ自己アフィリエイトを未だにやっているでもいいと思いますしね。他にもね、なんか対面ビジネスもいいと思うんですよ。それがね、なんかすごく滑稽だなっていうかね、多くの方、多くの方といったらまた語弊がありますけども、物知りほど結果出てないっていうのはいい例ですよね。なんか物知りのはずなのに結果出てないと。逆に言うと、私はね、そういうネットの有名人ってほとんど知らないんですよ。知らないけど自分の売り上げはよく見えているということですよね。だから、どっちを目指すのかなと、要するに手段が目的化しちゃってるのかなと思うんですよ。だから私たちが、やらなければならないのは、とにかく今日売り上げを立てることで、効率を求めてるんだったら今日動いてることだと思うんですよ。今日変化させていかないと。で、今日の変化が明日の変化につながって、明日の変化が明後日の変化につながる。それが1年の変化につながり、人生の変化になるんですよね。だから常に探し続けてる人生が終わっちゃいますよ、探すだけで。だからもう探すのはもういいんじゃないですかね。もう決めて、そこで成功してる人がいるわけですから、その どの道でもいいから一つに決めて進むことだと思いますよね。時間をかけるのが最も効率的なんじゃないかなと思いますね。吉谷さんのね、13秒の、変化、確かにそうですね。そういうふうに思いますよ、私も。セルフバック1個から1億円ですからね。1個を突破口にして1億円。セルフバック最初の1個やらなかったら、私の今の暮らしはなかったということです。いってらっしゃい。